皆さんこんにちは、 MK チャンネルです。はい、今日はですね、今日からはと言った方がいいんでしょうか。まあ、いつもは仮面ライダーや戦隊ものの動画を上げてるんですけど、ちょっとですね、今回は一風変わったものを紹介したいと思います。実は僕ちょっともうお店とか行ったらもうガチャガチャコーナーとかも回るのが好きで、気になったもの、なんだろうこれって思ったものをすぐガチャガチャして確認しちゃう、そういうタイプの人間なんですけど、で今回昔から爬虫類が好きで、なんか爬虫類のすごいリアルなガシャガシャがあったので、今回そちらを買って、その中から欲しい、その、まあ、言っちゃえばそのトカゲなんですけど、トカゲ系のガチャガチャで欲しいというか昔から好きなそのトカゲがいたので、今回ちょっとそちらを狙って開けていきたいと思います。で今後ですね、こういった感じで、まあ、ゆる動画じゃないですけど、もう趣味動画、もう僕の本当に好きなものをこのような感じで、まあ、ポンポンたまに上げていくと思いますので、もしもよろしければそちらの方もぜひご覧ください。ということで今回はこちらですね、レプタイルズラウンジ、現世のドラゴンたちというこちらのガシャガシャですね、ガシャポン。こちらを5回やってきたので、狙いのものを当てたいと思います。で、先に言っちゃうと、そのガシャガシャは全部で5種類あって、1回400円です。まあ、2000円分なんですけど、今回狙うのは、エリマキトカゲです。エリマキトカゲを狙って、ちょっと開けたいと思います。知ってますか皆さん、エリマキトカゲってすごい昔ブームになったトカゲなんですけど、いるんですよ。なんかエリがあるトカゲ、そちらを狙って開けてきます。まあ当たったら一番いいんですけど、まあ、ラインナップでも紹介したいと思いますので、まあこちらの5個開けてエリマキトカゲ狙っていきたいと思います。まあ何でもいいんですけど、被らなければエリマキトカゲが一番欲しいなと思って開けてきます。で本当にシールでしっかり固定されていて、中身もうほとんど見えないので、もう何が当たるかわかんないんですけど、被らなければいいです。まあ被ってもそこまで嫌じゃないんで、全部同じとかは嫌ですけど、さすがに。じゃあ一つ目ですね、いきます。せーの、これは、あ、イグアナかなこれ。はい、じゃあ先にちょっとラインナップですね。このような感じで、エリマキトカゲ、ウミイグアナ、で、ガラパゴスイグアナ、コモドドラゴン、そして、モロクトカゲですね。はい、イグアナは皆さんも知ってるんですけど、あとコモドドラゴンとかは。で、一つ目当たったのが、ガラパゴスイグアナですね。ガラパゴス諸島にいる、まあ、イグアナなんですけど、かわいすぎる。どうやってつけるんだ、これ。はい。このような感じですね。こちら、ガラパゴスイグアナになります。かわいい。多分これ、苔食べてるんですね。こんな感じで、苔食べるんですよ。イグアナって。サボテンとかも食べるんですよ。このガラパゴスイグアナって。おっきいんですよ、これ。ものすごいおっきいんですよ。説明とかないのかな、イグアナの。ないな。じゃあ、二つ目いきます。海イグアナも欲しいな、こうなったら。5個でポンプできたら一番最高なんですけどね。では2つ目いきます。頼みますよ、頼む、骨、ね、あー、モロクトカゲだ、痛そう。はい、2つ目はこちらですね、モロクトカゲ。よーし、作っていこう。こうかな、ここに入れて、で、こうかな、違う、どうだこれ、いや、合ってる、痛いよし。はい。ということで、完成。モロクトカゲですね。すーげー、トゲトゲ。砂漠に住んでいるトカゲですね、これは。フィギュアでこんだけ痛かったら、本物もっと痛いのかな、これ。相当痛い。はい。やった。じゃあ、3つ目行きましょう。この勢いで、被らなければいけないですね。で、カプセル、そのガチャガチャマシンの中も、残りほんと少なくて、あと2個ぐらいしか残ってなかったんですよ。全部買おうかなと思ったんですけど、まあ、今回はちょっと5回で調整したかったので。いきます。じゃあ3つ目。せーの。パカ。さあ、何ですか？これは、ガラパゴスイグアナかな、これは。あー、かぶっちゃった。はい、3つ目。残念ながらかぶっちゃいましたね。ガラパゴスイグアナですね。はい、2匹目。まあ、2匹ぐらいならね、被っても全然いいんですけど、さすがにね、3つ4つってなってくると。はい。よしよし。
大丈夫大丈夫、あと2個あるからね。なんか音が違うな。じゃあ4つ目いきます。お願い、かぶらないで、お願いします、かぶらないでください。マジでマジで皆さんすいません、まさか本当にこんなにかぶるとは思わなかった3つ目出ましたね、ガラパゴスイグアナ。うそー、3つ目はちょっとまずいよ、3つ目はまずいよ、これここ音違うからさすがに違うと思うな。頼みます本当に。最後ラスト5つ目お願い、本当にお願い、かぶらないでかぶらないでください。うーわ、あ違う、こあーうわ、コモドドラゴンだ。はい、こちら今この世にいるトカゲの中で一番でかいやつですね、コモドドラゴン、コモドオオトカゲ、まあ、2つ名前あるんですけど、こちらの方が当たりましたね。どうかな、こうかな、はい、コモドオオトカゲ、コモドドラゴンですね。こちらはコモド島にいる、まあ、世界最大のトカゲなんですけど、まあ牛とか変な話人間とかも襲って食べちゃうぐらいの超巨大なトカゲなんですよ。で走るのも速いし、すごい爪してるし、何よりこの口噛まれちゃうと、ここの口の中にものすごいその菌がいて、で噛まれたとこから感染して死んじゃうっていうぐらい、すごいこの口の周りに毒がついてるんですよ、このトカゲ。なので現地でね普通にまあいるんですけど、超危険です本当に。まあ大きいんでも、もう見た感じで危険なんですけどね。はい、ということで今回はですね、こちらよいしょ、レプタイルズラウンジの元素のドラゴンというこちらのガチャガチャを、まあ、5回回してきて、まあ3つならいい方なのかな。はい、でちょっとガラパゴスイグアナが2つ被っちゃったんですけど、でも3種類出ましたね、5回回して。でも全然いい方だと思います。まあ、残念ながら狙ってたエリマキトカゲは当たらなかったんですけど、あとウミイグアナ、こちらもちょっとカラフルで見たかったんですけど、今回はこちらの3匹が当たりました。はい、こんな感じですね、近くで見ると大きさはまあこのぐらい、手のひらサイズですね、これぐらいで、まあ場所もそんなに取らないし、しっかり台座あるし、飾っとく分には全然いいと思いますし、コレクションとして全然集めるも全然いいと思います。でこのシリーズというか、このカプセル級ミュージアムすごいいっぱいありますので、動物系がやっぱり多いのかな、これは。でも実は昔から結構このカプセル好きで、今回ちょっと紹介しようかなと思って今回こちらを紹介させてもらいました。で今後もですね、ちょっと自分が本当にこれどんなんだろうって気になったものとかも全然紹介していくと思いますので、もしも本当によろしかったらそちらの方もぜひご覧ください。本当にジャンルは様々だと思います。いろんなものをガチャガチャする癖があるので、はい、ということで今日はカプセル級ミュージアムのこちら元素のドラゴンたちというこちらを今回は紹介させてもらいました。もしよろしければこの MK チャンネル登録高評価お願いします。次の動画もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。